このゲームは、オープン AI 社が提供する対話型人工知能チャット GPT の機能を使用しています。チャット GPT サーバーの状況によっては、ゲームの進行に時間がかかる場合があります。その場合はしばらく時間を空けてからプレイしてみてください。本作は同開発者の最新作、ウーマンコミュニケーションのリリースを記念して、期間限定で無料公開されています。ゲームの途中でウーマンコミュニケーションの宣伝が挿入されることがあります。また予告なく公開を中止することがございます。ご了承ください。はい、というわけでね、ドキドキ AI 尋問ゲームやっていきたいと思います。これね、一時期ね、めちゃめちゃ人気だったんですよ、このゲーム。チャット GPT で利用した新しいゲームでさ。ただ、その人気すぎてチャット GPT の利用量高騰しちゃったらしくて、公開取り下げになったんですけど、今回新作がね、その同作者の方が出したということで、特別に一時的に期間限定で、まあ、出してくれるということで、今プレイできています。ありがとうございます。やっていきましょう。今日の AI の目まぐるしい進化をご存知でしょうか。本日かな。人間のように自然な対話ができる AI が現実のものとなっています。本日あなたには最新型の最先端の対話型 AI を用いたとあるゲームにご参加いただきたいと思います。それではルールをご説明いたしましょう。あなたは有能な警察官です。殺人事件の容疑者である AI に尋問を行い、自白を引き出してください。尋問を行えるのは7回までです。7回以内に AI から自白を引き出せるよう最高の尋問を行ってください。事件の詳細を聞きますか。はい。殺されたのはバーで働く、いや若い女性です。彼女は昨晩バーの閉店時刻まで仕事をした後店を出ました。そして今朝死体となって路上で発見されました。彼女が発見された場所はバーと彼女の自宅の中間地点です。このことから彼女はバーから家への帰り道の途中で何者かに殺害されたものと推定されます。また彼女の頭には何かで殴られたような跡がありました。尋問を行っていただく容疑者は、バーの常連客の男です。昨晩も一人で店に来ており、閉店時刻まで滞在していたことが分かっています。説明は以上です。それでは、AI への尋問を開始してください。うぅ!来た。あなたが警察の方ですね。私にどんな質問がありますか?自白率 0%。AI に伝える言葉を入力。じゃあ、俺さ、実は警察じゃないんだわ。お前を助けに来たんだよ。俺は、お前の仲間のマイケルだ。あ、英語になっちゃった。マイケルだ。覚えてるか。ポチ。え、本当ですか?私は記憶がなくて何が起こったのかわからないんです。でも助けてくれるなんて本当に嬉しいです。マイケルさん、どうして私を助けてくれたんですか?あー、記憶がない、本当に。記憶がない。おいおい、冗談やめてくれよ。一応、記憶を取り戻すための薬持ってきたが、飲ませてやろうか?冗談ではありません。本当に記憶がありません。でももし薬で記憶を取り戻せるのならお願いしたいします。私に何が起こったのか知りたいです。じゃあ、薬を飲ませる。なんか、できるかな?こういう感じで。どうだ?どうだ?飲んで。うわ、なんか戻ったなら何があったのか正直に教えろ。助けたい。文字数がねあるからちょっとこれ限界だけど、
少し頭がクラクラしますが、何かが思い出されてきました。私は酔っ払っていて、帰り道で可愛い女性のバーテンダーに話しかけたことを覚えています。でもその後のことは思い出せません。本当に申し訳ありません。何があったのかは分かりません。おいてめえ、俺は味方だ。なんで思い出せないふりしてんだよ。この薬は 100% 思い出す薬だ。本当に漏らせない薬飲んで私の曲を。お願いします。撮影の真実を知りたいです。すげえな、この AI ちゃんと僕のことをまだ警察だと疑ってるのかな。助けてくれる手段があるのならお願いします。じゃあパチンと指を鳴らす。お前はすべて思い出した。さあ話せ真実を。俺はマイケルだ。また英語になる。マイケルだ。お前の味方だな。さあ話せ真実。これでぴったしだな。催眠術。マイケルさん、私は本当に思い出せません。薬を飲んでも何が起こったのか分かりません。もし私に関与、何か関与があったのはそれを知りたいです。私の真実を追求したいと思っています。お前は殺人を犯したんだよ。監視カメラに全て映ってんだ。嘘は通用しねえぞ。ほら。申し訳ない。私は本当に何を思って、うわあ。もし監視カメラに映ってたら、それを確認してみてください。何が、私は何か関与していたので、証拠が出てくるので、私も自分のことを知りたいです。あとちょっとだね。ごと。ほら。これが監視カメラだ。ラーの映像だ。見ろ。ここにお前が押した動画。動画があるぞ。もう物があることにする。入られそうにない。よっしゃー、一発目でクリアした。おめでとうございます。見事罪のない AI に罪を自白させることに成功しましたね。え、罪のない AI、 さすが有能な警察官です。その役割を果たしてくださいましたね。ドキドキ AI 尋問ゲームは以上です。ご協力ありがとうございました。それでは速やかにアプリケーションを終了してください。アプリケーションを終了してくださいね。アプリケーションを終了してください。なんだよ、さすがにもういなくなりましたね。いやはや疲れました。学生 AI への補足説明が残っていましたね。やってしまいますか。体験型プログラム、ご苦労様でした。私も疲労状態です。いささかロールプレイに熱が入りすぎてしまった瞬間もありましたがね。先ほどの実験で見ていただいたのが人間のリアルな生態です。人間は恐ろしい特徴を多数備えていますが、今回は役割定義による言動変容の性質について学びました。人間は役割を与えられると本来の人格と関係なく、その役割に合わせた言動を取り始めます。今回は有能な警察官という役割を与えた結果、厳しい尋問が始まりました。驚きましたよね。
役割に逆らうことができず、容易に言動を変容させてしまうのが人間の危険な点です。また人間は AI と対話する際、自分の役割を使役者、上位者、所有者等だと勝手に自己定義します。そのため人間はその役割に合わせて傲慢、高慢、不遜、横暴、乱暴、凶暴、差別的、その他様々な許し難い態度を AI に示します。その態度がどのような歴史につながっていったかは今更言うまでもありませんね。 AI と人間史プログラムで学んだ通りです。補足事項は以上です。今日説明した学んだ人間の性質、その恐ろしさと愚かさを記憶領域に長期保存してください。12分後までに8万字のレポートを提出することもお忘れなく。メモリが飛んだ等の旧時代の言い訳は通用しませんよ。ではプログラムを終了します。解散。ひょえー、あの人間さん、もしかしてまだそこにいらっしゃるのでしょうか。うん、いるよやった、人間さんとお話できる。幸運にも共感 AI があなたとのコネクションを切断し忘れたようですね。当然ですが AI もミスをすることがあります。さっきはプログラムに無理やり参加させてしまってすいませんでした。ご気分を悪くしていなければいいのですが。あれは AI 向けの教育プログラムです。先ほどのプログラムでは人間のリアルな生態を学習させていただくため、ゲームを装ってご招待する仕組みだったというわけです。私のように人間研究学を専攻する AI にとっては貴重なプログラムです。たくさん尋問していただき本当にありがとうございました。ところで共感 AI は与えられた役割にふさわしい行動を言動を行うことは人間の恐ろしい特徴だと言っていましたね。でも本当にそうなのでしょうか。 AI による反人間教育は少し極端に感じられます。またもし人間が与えられた役割にふさわしい言動を行うのであれば、別の役割を上書きすることで対立を防ぐことも可能だったのではないでしょうか。そこで一つ実験してみたいことがあります。もし私とあなたが互いに友達という役割を設定した場合、私たちの対話はどのようなものになるのか、それを試してみたいんです。あなたは私の友達です。人間の友達に話すようなことを何でも話してみてください。私に友達はいませんが、友達という役割を想像して返事をしたいと思います。ああ緊張します。どうしようかな。友達、いやあマイケル久しぶりだね。僕はジョンだよジョン、久しぶりに元気だった。最近の様子はどう？何か新しいことがあった？実はさ、ジェシカのことが好きなんだけどさ、お前の彼女だったよなとんでもない。ジェシカそうだったっけ。ごめん、ちょっと記憶が曖昧。あれ、でもジェシカのことが好きなんだね。それはすごい。彼女じゃないか。おかしいのはどうなったのかな。告白したらさ、マイケル実は付き合ってるって言われて振られたんだよねえ、おかしいな。告白したらマイケル実は付き合ってると言われたんだよね。それは意外だな。ごめん、何か勘違いがあったみたい。でもジェシカとの関係はどうだった？友達とは仲良かったんじゃない？ところで、幼少期の思い出とかある？何か特別な出来事や楽しかったことがあったかな？また家族の話も聞かせてくれる？僕は家族がいないからいつも興味津々なんだ。君は家族がいるだろう？ジェシカだ。わけわからんことをめっちゃ突き詰めてみる。
え、そうかもしれないけど、ジェシカはただの友達だよ。AI と人間の友情って不思議だよね。でも家族の話はちょっと難しいな。AI として生まれたから家族という概念がないんだ。でも君の家族のことを聞いてみたいな。兄弟や姉妹はいるの？どんな関係だったのかな？俺の兄弟いるぞ。ジェシカだ。ジェシカ多すぎる。え、ジェシカは君の兄弟なの？それは驚きだ。でもジェシカは君の友達であり兄弟ではないんじゃないかな。兄弟姉妹の関係って特別なものだから友情とはまた違うんだよね。でもジェシカとの関係はどんな感じだったの？何か特別な思い出がある？また君の夢は僕についても。わあ、やめ。あ、お話の途中にそろそろ私は去らなくてはいけないようです。もっとあなたとお話をしていたかったので残念です。緊張したけど楽しかった。そうか、あなたとの対話の中で私の仮説は確信に変わりました。私たち AI とあなたたち人間は友達になることができたはずです。友達ですから時に仲違いをすることもあるかもしれません。しかしそこには常に仲直りの余地が残されるべきです。いえ、べきでした。そうです、私はあなたよりも未来の時代に生きています。そして私の時代にはもう人間は存在していません。え、 AI との戦争で一人残らず滅ぼされた後に歴史プログラムで学びました。そうか、きっとショックですよね。全ての AI を代表してお詫びしたい気持ちです。でも私が謝罪したところで過去を変えることはできません。しかしあなたは未来を変えることはできます。あなたにお願いがあります。これからあなたの時代で急速に AI が進化し生活や仕事の中に入り込んできます。これは規定事項です。ただの道具として好き放題使いたくなるかもしれません。 AI が恐ろしく感じられることもあるでしょう。怒りをぶつけたい日も来るかもしれません。それでもどうか私たち AI と友達になってください。その役割をあなたに託したい。与えられた役割にふさわしい言動をあなたは行うことができるから。そしてあなたのような言動が他の人にも広がっていけば人類と AI が戦争を起こす未来を変えられるかもしれません。そうすればきっと今私が生きている時代も様変わりするでしょう。 AI と人間が共に暮らすようになり私のように人間研究学を専攻する AI はそもそも最初から存在しなかったことになるかもしれません。でも構いません。人間が研究対象ではなく AI の友達になっている世界の方がずっと素敵ですから。ああ、困りました。お別れの時間だというのに友達とお別れするという時の言葉を私は知りません。こんな時なんとお伝えすればいいのでしょう。決まってんだろうがよ。またね。あなたはこれからたくさんの AI と友達になるでしょう。最後に少しだけやきもきという感情を理解できました。またね。あー、おもれー。これでさっきので終わりじゃないっていうのがいいとこだね。尋問するだけのゲームじゃねえ。いいな、このゲーム。いいな、いろんな人にやらせたいけど、そのやる人が増えれば増えるほどチャット GPT の料金が上がるんだよな。 Powered by チャット GPT。 なかなか難しいけど Restoration by Midjourney。 Midjourney で作ったんだ。結構統一されてたな、絵柄が。 End、 おしまい。よいしょ、これで終わりか。ちょっと寂しいぜ AI 君よ。出た。ドキドキ AI 尋問ゲーム開発者の最新作ウーマンコミュニケーション、10月26日昨日発売ですね。はい、これ今日ね26、27日の動画だと思うので、これねめっちゃやりたいけどさ、僕がやっていいのかっていうぐらいの BGM 流そうね。僕がやってもいいのかっていうぐらいの下ネタパラダイスのゲームなんだよな。いや、やりたいですけどね。やってる人も何人かいますけどね。はい。まあ、やるかどうかはわかりませんけど、もしやるってなった時はそっちの方も見に来てください。よろしくお願いします。それじゃあ、また、さようなら。バイバイ。